赤色の州が、裏である、各州の位置関係法廷アマゾンとは、ブラジルにおける最大の社会地理的区分であり、アマゾン盆地の9つの州全てを含んでいる。この地域は、アマゾン地域の経済的及び社会的発展の計画方法を模索するブラジル政府の研究に、基づいて、1948年に定義された。この地域は、北地域の7つの州すべてのすべての土地を含む、 さらに、中央西部のマットグロッソ州の一部と、北東部のマラニョン州の大部分を含んでおり、合計9つの州にまたがっている。この地域の面積は501万6136.3平方キロメートル、人口は約2400万人である。面積で言えば、ブラジル全体の59%が法定アマゾン地域となる。一方、人口の面では、 ブラジル全体の12.34%のみがこの地域に住んでいる。この行政区画は最初に連邦法第5.173号によって設立されたアマゾン地域と呼ばれているがこの地域の生物群系は3つに大きく分かれている。37%がカンポセハードに属し40%がパンタナルである。この地域の主な特徴は 熱帯雨林の大部分に分布する豊富な熱帯性の植生である。この地域の総人口は2012年の統計で2470万人となっている。その中には170以上の民族に分かれた30万人以上のインディオが含まれている。彼らの中には伝統的な狩猟採集社会を維持している集団もいる。海岸から遠い子の地域はトライした。 ヨーロッパ系のブラジル人が最後に植民地化した地域であり、今でも人口密度は非常に低い。ありがとうございます。